はい、グルメデカです。台湾の人気観光スポット8分でございます。いや、もとい、9分でございます。9分の商店街を抜けて、これからですね、千と千尋の観光スポットに参りたいと思います。有名なデザートをこれからいただきたいと思います。芋のね、団子が入ったデザートのものです。でアイスとですね、ホットがございますが、今回はアイスをいただきたいと思います。このようにね、芋が入っているんですけど、ところどころにフルーツですね、このオレンジ色と、緑色はね、ブドウなんでしょうけどね、オレンジ色はね、なんでしょうね、マンゴーでしょうか。そしたらいただきたいと思います。先ほどのね、オレンジとかね、緑とか言ってたのね、あのフルーツではなく、あの団子ですね。お味の感想はいかがでしょうか、ジェットさん。最高。こちらの階段を下っていくと、千と千尋のポイントがあるそうです。ただいま夕方の5時ぐらいですね。ちょうど日も暮れてきていい感じになっているかと思います。おっと、今ライトアップされましたね。9分の、観光スポットに参りました。大混雑でございます。ちょうど訪れたタイミングで、ね、ライトアップがされたんで、とても綺麗です。ところに車入ってくるんですね。観光客の方がね、足止めされております。またまたね、車がやってまいりました。もう少しね、小さい車をね、乗り入れたらどうかなって感じですけどね。そしたら千と千尋スポットから折り返して駐車場へ戻りたいと思います。
なかなか素晴らしい、9分の街並みでございました。そしたらまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。